ずっと遠い昔、記憶の奥底で眠っていた不思議なお話です。ガジベリンバ、ベダ・ザマスコ・ヘダ・ムサイ。ガジベリンバ、ベダ・ザマスコ・ヘダ・ムサイ。陶器人の村を襲え。行くんじゃ。息子たちを探しておるんじゃろ、辛抱せえ。3日も飛び続けておるぞ。文句は言うな。わしゃもうフラフラじゃ。
はご迷惑をおかけした。エメラルドのオズじゃ。話を聞いてくだされ、我々を助けてくだされ。グリンダ姫の話を聞いてもらえたじゃろ。姫は西の魔女の魔力によって水晶玉の中に閉じ込められてしまったのじゃ。あの魔女はエメラルドの国を滅ぼそうと企んでおる。お願いじゃ、力を貸してくだされ。銀の靴を履いてもう一度エメラルドを訪ねてくだされ。お待ちしております。きっとですぞ。待っておりますぞ。助けてください。私は農務宮殿に閉じ込められています。西の魔女は邪悪な力で農務を操っています。あなたの力で私たちを救ってください。お願いします。この国を救ってください。お願いします。何をしてる？お前に何がある？下界の卑しい生き物に用はない。命が落ちてればさっさと立ち去る。
やった！ありがとう。ほんとひどいよな。どうしたの？来てくれたの？聞いてくれる？あれから大変だったんだ。ノームたちが暴れ始めてさ。西の魔女って悪い、ほんと悪い奴が現れてさ。めちゃくちゃだよ、もう。見てくれよ、この空模様。どよんしちゃってさ。みんなあの魔女のせいに決まってんだ。許さないかね、俺。なにグリンダを助けるって？よしよし、ノーム宮殿だって？行く、一緒に行くよ、俺。かかし、見せしめに吊るしておいたのにちょろちょろと逃げ出しおって。あちゃー、嫌なやつと会っちゃったな。顔の老いぼれともども、牢獄に叩き込んでやるわ。老いぼれとは何という言い草じゃ。わしをなんと心得る。わしはさっきはな、油断してただけだい。へへんだ。いいか、後悔するなよ。さあ、鎖をほどいてやるぜ。じいさんではない。わしは誇り高き下部族の長を務めるものじゃ。あ、そいつは失礼。でもさ、その猛者とやらがどうしてノムに捕まってたんだ？王様じゃ。つまり、キングオブカーブというわけじゃ。赤いキング。だから、どうしてだい？落っこちたのじゃ。はは？オズの気球から落ちたのじゃ。オズを知ってるんだ。じゃあ、一緒についてきなよ。俺たちにくっついてくれば、きっとオズに会えるぜ、じいさん。じいさんではない。キングじゃ。